真意を回り。あら、ゆいちゃん。ゆいちゃんがね、よくわからん存在なよね、ずっと。なんか前回、なんていうの、お別れさん、お別れさんみたいな、ちょきちょきマンがおったやん。ちょきちょきマンにやられたんかなと思ったけど、全然無事やったね。ここは、どこだろう。なんやろ、本屋さん。本屋さんのバックヤードって感じするけど。何かの建物の中みたいだけど。いろんなとこに連れて行かれるね。出口を探さなきゃ。なんでいろんなとこに入ってきてしまうんやろう。出口を探さなきゃ。この建物から抜け出そう。なんかいたな。早速いたけどな。でもなんか本がいっぱいあるよね。本がいっぱいあるし、段ボールもいっぱいあるから。これ何？ネジ？懐中電灯だ。え？暗いからちょっとだけ借りていこう。よかったね。懐中電灯手に入れてて。あ、勝手につけてくれた。この辺もだって調べれたりするわけじゃないもん。あ、何？これ、なんか、ライトは関係あるんかな？何これ？どこここ？鍵がかかってる？これは、おっと？探索系か？何が大暴れしとん？節電月間。電気はきちんと消しましょうって書かれてる。でな、使わん電気をちゃんと消そうな。なんかさ、バスン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 暴れとる人おらん。もしかして、なんかバイトたちが暴れてる？バカったおるんちゃん。いらんことして TikTok とか SNS に上げてたりすんちゃうの。で、大炎上からの目覚ましテレビ機や。ここは、図書館なのかな？ああ、図書館。図書館あったっけ、そんなの。どうやって私はここへ。あれ、トントン言ってる。やばい、店長来た、店長来た。店長来た。何？どうしよう、面接してもらう？行こう。出口を見つけなきゃ。出口？すぐ止まるやん。あ、全然行けたわ。なんか電気つけていったりすんのかな？節電月間。え、どうなんや？節電月間って書いてるってことは、あれかな？つけん方がいいんかな？って言われるとさ、つけたくなりません？やばい、店長。なんかずっとなんか足音はするよね。誰かいるの？誰か？店長か？閉めれへんのこれ。閉めれはせんのや。一回開けたもん閉めれない。電話が鳴ることでもないし。何？もうグイグイ進んでいってしまうな。あ、しまった。自動ドアでしたね。え、そうでもない感じ。これ何？あ、そういう隠れ方？なんかここにも電気あるな。あ、何かいるの？いるよ、絶対いるよ、ゆうちゃん。そんなあからさまに真ん中行きよって。電気が？一回どこら辺にいるか調べていい？いないな。つけてみる。一回隠れつつ、どこにいるかを見たいから。これ怪しくない？怪しいから無視しておこう。なんか電気つけるっぽい感じがするような、この感じ。これか？なんかゆいちゃんパートはさ、お地蔵さんがないから不安になるよね。何それ？何そのリトルナイトメアみたいな。ああ。鏡よ鏡。このゲームで一番美しいのは私。どこ？ずっと聞こえてるこのギュンギュン、何の？何の音？これでハルちゃんパートに戻ってくる。ってことは今回図書館に行くのか？ユイが呼んでいる気がする。でも、どこにいるんだろう？なんか前回もお墓っぽいなって言ってお墓行ったよね。
ってことは、このなんてやろう、一回最初にゆいちゃんパートを見て、どこにいるかを確認してからそこに向かうってことでいいのかな。今回は図書館やったよね。島内？まあおそらく図書館に向かうで合っとると思うんやけど、めちゃくちゃ遠かったので、途中途中の地蔵セーブを大事にしながら行こう。ということで、図書館なので、ひたすらしたって感じがするな。なんか移動できるとこある？近くまで。ここか、一番近いってなっても。ここで、ねえね、線路を渡るっていう感じがするな。なんか前回線路一生これは、電車来ないですって言って終わった気がするから。おうおうおうおお、はあ、行き止まり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 。紙飛行機。ゆいと一緒によく作る紙の飛行機。力を入れすぎないようにそっと投げた方が遠くに飛ぶんだって。でも、何これ。あ、これいいやん。ハサミのお化けにバラバラに切り裂かれた人形の右手。少し長く走れるようになるっていいやんか。あ、なるほどな。持久力がつくんや。絶対そっちの方がいい。小石って使わんけんな、もとっても。多分使わないかんねやるけども、使わんからな。待て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 。おかしいおかしい。私の顔が変なことになってるけんやめて。やめてやめて。変なスノーみたいになってるから。逃げ切れるかな。でも、チャコ。やっぱりチャコは案内してくれてる感じするよね。こっちだよーって。別に私はあなたを案内してないけどな、後ろの子に言ってるよ。チャコ。チャコ今危ないんだ、後ろに、真後ろにいるんだ。こっちだよ。チャコチャコ、チャコ待って、その前にここ行っていい？あー、何事？チャコ？あれ？チャコは？いた、ちゃんと待ってる。チャコ行ったいかんで。あれ誰？あ。ああ。チャコどういう気持ち？今。私もどっちかと吠えたい。チャコはご主人しか見ておらん。しょうがないな。そんなの関係ないわん。電車に光るよと、僕には関係ないわん。ゆいちゃんに会いたいわん。そらそうや。コンビニ図書館。まあ、下の方行きつつ、どこでブンブンなってんの？ここでしたね。ってことはあれは行けんってことか。こっちは？石ももう持てない。ひたすらじゃあ下に行って、なんか横切った今。ああ。マンホールも気をつけて。あ、コンビニだ。なんか変えたりすんのかな？行きたい。あ、入れんのや。うわ、はい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 、やだはいやだ。お地蔵さん欲しいな。お地蔵さんが、あ、ダメ。どういうこと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 。コンビニあたりに来たけど、お地蔵さんが欲しいよね。このあたりにお地蔵さんが欲しいと思うことは、この辺なんか怖いぞ。さっきこの辺でやられた気がする。一回上行くか。行けるか。なんで行けると思ってしまうんやろ。何これ、紙の切れ端。どうしよう。どこを探しても見つからないって書いてある。それは大事だ。あ、お地蔵さんじゃないか。何よりゆいより何よりお地蔵さんに会えたことが嬉しいわ今。町立図書館、この先500メートル。
子供なしで 500m って結構ない。出たハエ、ハエさん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 。図書館は、あ、でもすぐ近くっぽいな。でもこの辺、これ通れるんか、こっちか。あ、やっぱ、あ、猫、猫、あ、猫、やばい、犬、猫、犬、猫。あ、もう図書館近い。どこ、図書館どっから行くの。あ、お地蔵さん、お地蔵さん大事、お地蔵さん大事。これ何、張り紙が貼ってある。修理中です、近づかないようにって書かれてる。これ、あ、押せるじゃん。あ、こっから入るんか。これが図書館。あ、絶対なんかおった。ゆい、ゆいちゃんいた。じゃあ今逃げとんか。入っちゃえ。ここの入り口は鍵がかかってる。まあ、でしょうね。普通の図書館ならそうするでしょうね。別の入り口はないかな。探してみる？多分ぐるっと回って、あ、なんかあるじゃん。あ、書物じゃん。書物にしていこう。この間は走れたりはせんのやな。オッケーオッケー。ここなんか窓開いとる臭いけど、入れる？窓から図書館に入る？侵入だ。戸締まり、大事だね。で、図書館に入ったけど、あ、なんかこの雑誌コーナーあるね。ゆいは確かこっちにいたはず。それ本当にゆいちゃん？図書館の中ってさ、お地蔵さんある？掲示板に張り紙が貼られている。図書館内では静かにしましょう。走らないようにしてください。って書いてある。ん？あ、あれ？ゆい？ゆいちゃんいたよね、今。追いかけていった方がいい気がする。でもほんまにゆいちゃん、ゆいちゃんやったら気づくない？あ、ゆい。え、なんかさ、呼び寄せられてる感じするわ。いや、ほんまに言って大丈夫なやつ？なんか別に私、ゆいちゃん友達じゃないけどさ、多分あれゆいちゃんじゃない気がする。なんか土偶店みたいなの書いてるね。確かにどっかの掲示板にあった気がする。鍵がかかってる。どこかに、ここの鍵はないかな。あれかな、あれかな、あからさまなこれかな。10円？じゃあ鍵探しに行くか。結局ここの鍵を探してゴールっていう感じでいいんかな。まあ、さっきはゆいちゃんを追いかけて、めちゃくちゃに、あ、なに？この辺なんかびっくりマークなかった？やだ。こっちが、あ、電話。受付しよう、受付。はい、図書館でございます。うちに電話をかけておこうかな。その発想？あ、そうなんや。電話もできるんや、10円で。あ、なるほどね。お地蔵さんの代わりに10円セーブか。公衆電話セーブができるようになったということか。オッケー、オッケー。理解。で、隠れるのはこれでいいね。何が来ているの？いるな。猫背おるな。え、めちゃんこ邪魔。え、何が、何。一回死んだ方がいいかな。全然離れそうにないんやけど。でしょうね。ドゥドゥーンはダメよ。ドゥドゥーンはダメ、ダメ、ダメ、ダメ。何が正解だ。なんかある。紙飛行機。もしかして紙飛行機なんか使ったりすんのかな。昔話の絵本だ。夫婦の恋しというタイトルみたい。たくさんの男の人が涙を流す石ころを重たそうに運んでいる絵が描かれた表紙だ。どういうこと？え、どういうこと？
マジでここの敵の理解が追いつかんねんけど。え、ね、どういうことどういうことね、どういうこと、走らんかったら OK ってことかな。遠回りしてみよっか。歩いて。あ、やばいやばいやば。ついてきてるね。ついてきてる、ついてきてる。これもしかして、私の足跡にしては足のサイズでかい気がするので違うと信じたい。一回、隠れます。あ、やっぱなんか、それっぽいな。図書館ではやっぱり走ったらいかんっていうことですね。なんか、どっくん言ってるよ。どっくんどっくん言ってるけど、そろそろお家に電話かけたいなと思ってます、私。そろそろお家に電話かけたいなと思っているし、なんならもう最悪、箱でも構わないと思っている。一回隠れたいよっていう。なんか、え、関心おらへん、あそこ。なんか光あったな。懐中電、何それ。え、何これ。あ、やった。音を刺して下田県来ると思ってます、私。電話電話、電話電話。電話したー、めっちゃ家に電話残す。お母さんびっくりするやんな。あの子めっちゃ電話かけてくるやん。無言で。紙飛行機？なんかめっちゃ紙飛行機あるよね。何？え、何？やば。え、何こいつ？何こいつ？どこまでライト当たるん？一周するんや。あ、なるほどな。じゃあこれがギュインっていったら次行こう。こう。どこ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 、なんかいっぱいあいついるな、監視みたいな。多分あの子に見つかった。あ、ユイ、あ、電話。ユイもだけど電話もあった。めっちゃここで電話使ってしまうな。後でまた10円集めに行こう。ここも隠れるところ。なんていうかね、もう電話かけたらこっちも強気やから。お母さんに電話かけたことによっても強気になってしもとるけんな。でもなんかユイも、やばいやばいやばい。それは聞いてないんだわ。は聞いてないんだわ。ここで様子見して。この辺か。これで奥に行って、一回あそこ隠れてみようか。一回隠れて。と？でもぐるっと回ってきた感じがするけど。ああ、て。あー、いった。を通り過ぎて。これ、見つかる？感触を起こしてます。これ何？残酷な事件の新聞記事だ。犯人はさらった人の足を切断していたらしい。事件現場であるフェンスと林の写真が載ってる。大ごと。消えたんやけど。ここ？え、ちょっとそろそろ電話かけたいかも。そろそろお母さんに電話残したいなっていう気分になってる。小さな村の写真集だ。写真集？村から伸びた階段の先に大きな神社でお祭りが行われている。はぁ、まあ、図書館やけんいろんな本があるんか。そろそろ電話か鍵が見つかったらいいなと思っております。なんか右下の書類がさ、バタバタ震えてんのすごい嫌なんやけど。お、大びっくりマーク。図書館の鍵を拾った。図書館の事務所で見つけた鍵。たくさんの鍵がキーホルダーでまとめられている。つうことは、ちょっともう死んでもいいかな、最悪。このさ、ビクビクしてる書類何？なんかあれか、懐中電灯によってブルブルしてるだけ。え？あ、全部の図書館の鍵ってこと？つうことは、一回セーブしに行っていい？オッケー。セーブできたから、これでユイが入った部屋に行ってみよう。でもユイがさ、もうちょいあれが本物のユイちゃんならば、
向こうも私を探してる感じではあったしね、ゆいちゃんパートで。違うと思うな、ゆいちゃんではない気がするんやけど。一番奥やったよね。あ、ここにも電話あったんや。一回向こうでセーブしちゃったし。鍵がかかってるみたい。あ、開けたまえ。何ここ。あ、なんか展示室、やっぱ土偶とかのとこってことか。え、あー、セーブはここでするべきでしたね。もう嫌だ。お外よりも暗い。どうしよう、怖い。まあ確かに下手な外よりこんな変な奇妙な、どう、なんか土偶とかさ、そういうのある方が怖いかもしれんな。静かやしね。え、何？誰？ゆい？待って、帰ろうよ。なんか本当に仲良しないな。どうしても友達、うわ、めっちゃあるやん。でもどうね、友達が本当に途中で行方不明になってしまったら、私も一回探しには行くけど、ここまで毎日、真夜中に、また来たん。どうする？どうする？待って、何が正解かわかんないよ。こっち行く臭いな。え？あ、こっち逃げる臭いです。でも今勝手に今逃げてくれとるけん。あ、今から私ですって。あ、ずるくないそれ。上またいでくんずるくない？いやん！いやん！こっち行ける？あ、こっち行けんのや。待って待って、何してるの？何してるの？本当に。やめてよ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 。ダメ！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 いやん！開けて開けて開けて。わけがわかりません。でもなんかさっきの、お断り様みたいなおりやん。断り様？ NG ですっていう子は、手足首があるものを渡せば助かるっていうのが分かったので、前回で。土偶店っていうぐらいやから、その土偶があるはずだよね。言うたらね、ドラえもんでいうギガゾンビみたいなやつを探せばいいと思うから、ギガゾンビが入ってる棚ない？どっかに。ギガ、あ！あ、あ、壊してくれるんや。あ、なるほどな。理解理解。全部壊させるかじゃん。いやん。この辺か。ダメダメ。ちょっと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 。いやん。あ、壊した、これ。これ。ギガゾンビ、ギガゾンビ様ゲットしたよ。はい、これだろ。でもこの子何回渡してもさ、また明日もちょうだいって来るやん、どうせ。ってなると常々なんかその首と手と足手があるもん持っておきたいんやけど。古いマガタマを拾った。壊れた土偶についていたと思われる小さなマガタマ。いろんな緑色が集まっている。いいの？こんなさ、厳重に保管されてる場所のものを勝手にそんな土偶についてたようで持って行っていいの？電話ある？電話。どこにユイは行ったんやろ。あ、なんかある。10円。結局図書館内やから一周できるようになってんのかな。なんかどんどん進めてるから言ってるけど。あ、電話。ゆい。ゆいも電話かけてたのかな。いや、でもあれゆいじゃない気がするな。やし、なんなら冒頭からのゆいは本当にゆいなのかと思ってるとこはあるからさ。もう花火を見ていた時のゆいはゆいであってほしい。ボイラー室？何これ、かまじいが男やんか。え、何？うわ、やっぱ、キモ。やっぱ、かまじいではなかったな。違うんよ。かまじいじゃなくて、ユイに見て、ああ、一回入る。大丈夫そう。紙飛行機？あ、はい。
ハエはダメなんだ。ハエはダメなんだ。でもハエは一定の動きをしてる感じなんかな。ユイはどこ？あ、でもなんかこう出口っぽくない？ユイ？あ、これ一番最初にユイがいたところ。あ、何してんの？ユイ？あ、ここにも本があるけど、理科の教科書が置きっぱなしになっている。鏡に物が映るのは光が反射するから。光がなければ鏡に物は映らない。って書かれたページが開かれて、難しいって。知らんって節電やし消しとく？でもこれで確かユイちゃんはこっちに行ったよね。あ、でもこっちが開くようになるんじゃない？図書館の鍵持っとるから。あかんのかい。これで、あ、なんか下っぽいな。下下。え、何あれ？キモ。何歩き？電気を消せばいいんかな？あ、なるほど、わかった。懐中電灯さえ消せばこいつは困わ。あ、ってことはユイがいらんことをしてしまったってことですね。電気をめちゃくちゃつけてしまったユイのせいで、今私が困り果てた春。収まれ。うわー、なんかユイパートでいらんことをしてしまった気がするな。どのぐらい、なんか一番最後のとこでさ、ユイちゃんは約束つけんかった、そういえば。電話はござらんか。ママに電話する。鬼電。オッケー。ほんで、ここか。なんかここに入ってめちゃくちゃ、そうやね。あそこでセーブさせてくれるってことはそういうことよね。電気が鬼ついてるんじゃね？ん？でもさっき断りさんであんなにがむ、あ！え、なにこれ？ハリーポッターや。溝の鏡やんか。知ってる？溝の鏡ってハリーポッターが見てさ、あのお父さんとお母さんを見てしまうやつ。溝の鏡の逆を読んだら、望み鏡になるから自分の願望を映し出すってやつね。みんな見てね。鏡？え？ユイ？え？え、どういうこと？どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？やっぱ電気消す感じか。ぽいね。電気を消して、あのなんか、偽ユイから逃げないかん感じするけど。いる？で、これも消す。節電月間です。ずるいって、なんか、いきなり走り出すやん、君。走り出すようになってる。ユイ？ちょっとずつ進んでめっちゃ増えてね。四方八方やん。いけるか？いけ。これで全部消したよね。あ、ちゃんと、ダンブルドアのように、この鏡をもう見に来てはならんぞ。これは隠しておこう。もう、大丈夫かな。でもあれはユイじゃなかったよ、絶対。ここにもユイはいなかった。ユイ。ねえ、そろそろ辛くなってきたよね。でも頑張ろうな。探さなきゃ。頑張ろう。チャコと一緒に頑張ろう。夜の街。夜の街は何もかもがおかしくなっています。よく知ってるはずなのに、どこを歩いているのかわからない。私しかいないはずなのに、足音だけがいくつも後をついてくる。風の音すら恐ろしい。一緒にアジムラいるよ。